山田治氏3月18日隊は、日本の政治家、農林官僚、自由民主党所属の参議院議員、自由民主党、石川県連会長、総務大臣政務官、水産庁長官、農林水産審議官などを務めた。1954年、石川県加賀市で生まれる。百六十六年、加賀市立金城小学校、百六十九年に、 加賀市立金城中学校、1972年に金沢大学附属高等学校、1976年に東京大学法学部を卒業、1976年農林省に入省、埼玉県庁農政課長、外務省出向、農林水産省農村振興局長、生産局長、水産庁長官、農林水産審議官などを務めた。 2012年11月に自民党石川県連の公募で参議院議員候補に選ばれる。農林水産省出身で36年間務めた公務員生活では地域、地方の発展のために努力したいという思いを持ち続けていた。2012年9月に農林水産省を退職し県の発展のために仕事ができる。自分のライフワークの延長線上にあると 国政への挑戦を決めた。野党の里山里会が世界農業遺産国内第1号に認定された時は農水審議官在職中で尽力した。上席や塚など身近な名所をめぐる野党のウォーキング大会に出会った時、認定を機に地域の良さを見直すために開いたと聞いて、地域が自覚を持って取り組みを始めたことが嬉しいと思ったという。2013年。 第23回参議院議員通常選挙で32万票を得て民主党の市川康夫などを破り初当選。2016年 TPP 特別委員会で安倍総理に対し一国会で複数回の質問は異例と言える3度の質問をした。2014年8月22日石川県農業会議の会長に就任。2017年8月に 総務大臣政務官に就任したため会長を辞任。2015年5月に白山市手っ取り川上流域で発生した大規模な斜面崩壊による手っ取りガーダク問題について各省庁と国会議員との対策連絡会を開設。山田議員は事務局を引き受け2015年6月3日に第1回目の会合を開いた林野庁をはじめ国土交通省 環境省多角省に迅速な対応を要望した。続いて2016年2月、2016年4月にも会合を開き、学水の経過報告と引き続きの対策について要望を行った。2015年12月9日から16日までベトナム、オーストラリアを訪問し、艦隊併用パートナーシップ協定では担当大臣らと意見交換をした。 2016年1月の第190回より参議院農林水産委員会筆頭理事に就任。2016年2月8日から14日までアメリカを訪問し、日米間の安全保障協力を前に進めたい。官邸の意向も受け、ワシントン DC とサンフランシスコで重鎮議員ら約40人と会い、連携強化に関して通訳なしで意見交換をした。 北朝鮮が事実上の弾道ミサイルを発射した直後とあって、米国側の関心も高く、議員間で一定の合意が得られたという。艦隊兵をパートナーシップ協定を訪問し、通商交渉や東アジア情勢を議題に、ワシントンで議員交流に臨むほか、シカゴなどでは、ペンス副大統領の元側近らと協議した。 2017年4月21日参議院本会議に初登壇した。農業競争力強化支援法案の趣旨説明に対する質疑を行った。2017年5月20.21日、ベトナムハノイで開かれた艦隊併洋連携協定2019年1月より参議院総務委員会、災害対策特別委員会、国民生活と経済に関する調査会に、 所属している。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙で再選。昭和29年1954年3月18日、石川県下市生まれ昭和41年1966年3月、近城小学校卒業昭和44年1969年3月。 金城中学校卒業賞は十七年九百七十二年三月、金沢大学附属高等学校卒業賞は十一年九百七十六年三月、東京大学法学部卒業賞は十一年九百七十六年四月、小林賞入賞、埼玉県農林部農政課長、外務省経済協力開発機構平成二十八年2千十六年一月、 参議院農林水産委員会筆頭理事平成29年2017年8月総務大臣政務官平成29年2017年11月総務大臣政務官平成30年2018年10月参議院自由民主党政策審議会副会長参議院選挙制度改革では合区反対の立場にある2013年12月の参議院選をめぐる 一票の格差訴訟で名古屋交際金沢支部が意見状態の判決を出したときは単なる人口比率だけでは地方の声が届かなくなる。人口以外の要素も入れて制度全体で見直すことが必要と述べる。2015年3月27日には平成25年当選の同期議員と共に現行選挙区維持を求める意見書を参議院議員会長に提出した。 北国新聞のインタビューで北朝鮮戦の違法操業は国と地方の認識を一致させる努力をしてきた。危険な相手だけに政府は軽々に人権やダ歩に踏み切れないが排他的経済水域から出ていかないのなら国も覚悟を持って強い対応をすべきだと見解を示している。だ多数。ありがとうございます。